第23回日本フットボールリーグ第12節 SC 刈谷対 SC ティアム平方は1対4で SC ティアム平方が勝利しました。多分もっとゴールも出た。じゃあ、そういうところ。
守備のところで、でも結局が自分らのミスが来る、まあ、ライキングでボールが止まって引っかかって、ヨードのところに引っかかって、まあ、ナイル君からゴールキック始まって、まあ、チーム的に早い展開で46分フリーで持ってたんで、僕自身空いてるスペースに走り込んだところ46分出してくれたんで、まあ、あとは流し込むだけだったんじゃないかなって、うん、もう決めるだけイージーな、はい、あれですかね、そうです、余裕で、はい、フォワード自体は、まあ、サイドに散らさせてボランチのところ切って限定させるっていうスタイルなので、まあ、どっちかが片方のセンターバックにプレスかけてサイドに出させてそこで、まあ、取るような感じですっていうのを毎試合やってます、ね、まあ、今日とかすごい特に得点シーンとかもそうですし、まあ、チーム試合中の流れもそうですし、まあ、チームでやりたいことできたと思うんで、まあ、それが結果に出て、まあ、解消という形になったんじゃないですか。ぜひコンディション的には、まあ、絶好調です、ね、絶好調です、はい、結構ああいう形はあの前の試合から結構何回かあって、でもそれでもう決めきれなかったんですよ、ね、うん、そこからもう結構その形をちょっと練習でいっぱいトレーニングして、まあ、今日こうして結果を残せたのは非常に嬉しいです、うん、あのキーパーと1対1になってもうコースも完全に見えてて、はいはいはい、落ち着いて決めたって感じですか。そうですね、今日はすごい落ち着いて見えてました。そうですね、自分の一番ストロングポイントはスピードもそうなんですけど、まあ、高さが一番の武器なんで、うん、コーナーキックとかだったりそのゴールキックとか、ね、そういった部分がやっぱ自信を持ってプレーできてます。今日も一回ありましたね、あのコーナーのヘディングで惜しくも、あれ入ったかなと思って悔しがってましたが、あそこですか。あそこです。あそこでもう少しちゃんと決めきれる選手になっていければと思います。そうですね、比較的今日はちょっとメンバーが変わって、まあ、若い選手中心ってところもあって、でちょっとまあ当日バスで移動してきたところもあったんですけど、まあ、やっぱ連勝してる分ちょっとみんなこう余裕があって、うん、まあ、そんな慌てずに立ち上がりから自分たちになろうとしてるサッカーができてたんで、うん、まあ、ああいう最初の得点の形ができたのかなというふうに思います。そうですね、まあ、2-0 で折り返したってところだったんで、絶対まあ立ち上がりもう捨て身というかもう来るなっていうのがあってたんですけど、うん、やっぱそこをちょっとこう受けてしまったところがあって、うん、っ自分自身ちょっと反省しなきゃいけない失点かなっていうふうに思います。チームが若返ったのか自分が年取ったのかわからないですけど、まあ、なんかこう自分も若い時はこうやって上の選手にこう助けられて多分成長してたと思うので、僕は今度その成長させてあげる立場の方に、まあ、自分ももちろん成長しながらチームとしていい方向にこう向かっていきたいなと、まあ、やっぱりちょっと移動がこう久々なんで、うん、4年ぶりくらいですかね、僕自身ちょっとやっぱ大変なところはありますけど、まあ、なんかこうやっぱ一個上の舞台になるとちょっとこうやっぱワクワクしますね、はい、やっぱ相手もね、そうですね、まあ、本田しかり岩城しかりいろいろ、もう本当に今までもう11試合やってきましたけど、うん、本当簡単に勝てる相手はないですし、そうですね、本当楽しいですね、また。はい、そうですね、あのピンチも前半いくつかありましたし、実際後半も、まあ、立ち上がりに失点してるということで、うん、あの手放しで全て良かったっていう試合ではないんですけど、ただあのしっかり前半2-0で、まあ、決める相手にもチャンスがあってこっちにもチャンスがある中でしっかり決めることができて 2-0 で終えたことは良かったと思いますし、その後半1点返された後もそこからバタバタ崩れることはなく、あの3点目を取るまではしっかり我慢できたっていうのも評価できると思うので、あの、まあ、チームとしては90分間もちろんピンチチャンスありながらもこうぶれることなくやり続けられた90分だったと思うので、まあ、1試合通してみれば、あの自分たちにやりたいことを出せた部分の多いゲームだったと思います。まあ、それも、はい、僕らが、まあ、たまたま、ね、点を取れましたけど、それが逆のことも言えたかもしれないですし、あのただ後半入るときに選手に、まあ、2-0 で相手はやっぱり選手変えたり勢いを持ってくるだろうということで、もしかしたら先に1点返されるかもしれない、でもそうなった時も、もう、まあ、リードしてるわけだから、うん、もうぶれなくていいから慌てずにもう一回自分たちのやることをバタバタしないでやろうっていうふうに、まあ、ハーフタイムで伝えて、まあ、ピッチで送り出したんで、
まあ、もちろん現実にならない方が良かったは良かったんですけど、ただそうやって伝えてたことで、まあ、選手も、まあ、1点返された後も、まあ、まずもう1失点しないようにバラバラにならないように戦ってくれたんで、まあ、そういう意味では本当、まあ、僕が言ったからってね、それをピッチの選手がやらなければ意味はない、まあ、選手が非常にそういうことをしっかり意識高く持ってやってくれたっていうのが良かったかなと思います。まあ、だからその一言ね、声かけたのが良かったと思いますし、うん、あとはでも、まあ、もちろんキャプテンマーク今日巻いた樋口と中心に、うん、まあ、一番前にヨンチョルと松がいて、まあ、どうしなければいけないのかっていうのは、まあ、去年からやってる選手も多いんで、うん、で去年うちは、まあ、天皇杯で 0-2 からひっくり返された試合とか、まあ、そういうやっぱり経験してる選手もいるんで、まあ、そういう同じミスをしないようにっていうのは選手が意識してやってくれたんで、非常にまあ、たくましく感じました。カリアさんは非常に両サイドのサイドバックが攻撃的に高い位置を取ってくると、でそこに、まあ、ロングボールだったり、ただ同サイドでもうどんどんでサイドハーフが中に入ってっていうことで、ボールサイドに関してはこうサイドハーフがしっかりね、そこのサイドバック上がってきた選手に対しては、まあ、しっかりそこをケアしながらしっかり下がると、うん、でサイドバックを外に出すとそのスペースをその絞った中盤だったりフォワードがランニングするんで、そこをまずさせたくないと。その代わり逆サイドの中盤の選手はサイドバックに引っ張られるんではなくて、ちょっと高い位置を取りながら中に絞る、で奪ってからなるべく手数をかけずに、その相手はやっぱりセンターバック2人と、ボランチしか残ってないということで、奪ったらスペースがあるんで、僕らは前のホンダロック戦でも、まあ、同じような相手が戦い方してきたので、その中で奪ってなるべく早く攻めれるなら早く攻める、でそこでこの前の試合もチャンスを作れてたんで、選手としては多分その同じようなイメージで、はい、やれたと思うので、じゃあこう2試合続けて2週連続で非常に選手として自信が持てる、言ってしまえば3試合連続、はい、その前のビアティさんも本当に攻撃的で、うん、サイドバックがどんどん高い位置取ってきた、だからそれが同じようなスタイルの相手が続いたんで、比較的整理できて、はい、なのでこう結構選手たちは自信持ってるなっていうのは見てて感じたんで、そうです、ね、そういうところもあるんですか、はい、まあミーティングというか映像でも選手に伝えてますし、はい、だからあの時と同じように、ね、サイド同サイドはしっかりサイドハーフも含めて守備をして、でボランチと一緒に締めて、で奪ったら前に当てて逆サイドの中に出ていくと、まあ、そういうような意思統一ができてたんじゃないかと。小川監督のマネジメントが素晴らしいんだなってこといやでもそれをやっぱ、ね、実践してくれる、まあ、選手は非常にハードワークも今日最後までしてくれましたし、それが、まあ、うちはしないとやっぱり勝っていけないと思っているので、あの選手がよくやってくれた。後半入る前に、まあ、もう2失点しているので、やっぱ点を取りに行かないといけないと、まあ、前半で、もう少し前から守備行きたかったんですけど、ちょっとボール持たれる時間が長かったので、まあ、後半の指示としてはしっかり前から守備に行こうと、もう少し前から積極的にボール奪いに行こう、で 0-2 のところをまず1点取って、ひっくり返しに行こうっていう話を、しました。で2枚変えたのは右サイドでの攻撃っていうところが少し少ないっていうのと、効果的に、相手のアタッキングサードに入っていけてなかったので、両サイドを変えて、もう少し、クロスであったり、くさびの縦のボールであったり、そういうところを増やしたくって、2枚替えをしました。彼の良さは、まあ、高い位置で、まあ、ドリブルであったりで、まあ、相手ティアモさんの守備が少し中締めがちょっと強かったので、うん、まあ、外は効果的に使えるだろうというふうに思って、まあ、19番の選手を使ってできるだけ高い位置でプレーをさせるようにしました。もうそれはもう開幕してからずっと、うん、取り組んできてるんですけど、うん、やっぱりどうしても丁寧にやりたい、うん、もしくは余裕がない、うん、そういうところが点につながっていけてないというふうには思ってますし、まあ、今後もそこをやっていかないと、まあ、前半のうちで2本あったんですけど、うん、もうあそこからシュートを外してると、うん、やっぱもう勝てるものも勝てないので、うん、まあ、もう1回というかそこの精度を高める、うん、もちろんメンタル含めて高めていかないと、まあ、もう勝てないなというふうには思ってます。まあ、しかも
まあ、多分惜しかったシュートで、そこで選手たちがあーってなって一つ、まあ、間が空いたというか、一つ切れてスイッチが切れてしまったところに、相手の方が切り替え早くて、でもう1失点目がもう全てじゃないかなと。決めれなかった、自分たちの切り替えが遅かった、それをしっかり、ティアモさんはついてきた、もうそこの差かなというふうには思います。きっかけは欲しいですね本当に。まあ、自分たち、まあ、自信持ってボール持つことであったり、まあ、ボール持ちながらやっぱ前に入っていかないと怖さがなくなるんで、まあ、そこはもう引き続き選手たちにも続けてやっていこうと。ただやっぱり集中力のキレであったり、やっぱ守備の強度、そこが上がらないと、そこも、まあ、もちろんペナルティの中、ペナルティエリアの中での崩しもそうですけど、やっぱりまず失点しないことがまず、大前提じゃないかなと。もちろん攻撃も守備も含めてまたしっかり取り組んでいきます。まあ、僕ら自身も決めるチャンスっていうのは、まあ、前半も後半もあったんで、まあ、そこが決まっていればもっと流れが変わったのかなっていう、まあ、ティアマの方はそこで、まあ、しっかり決めてきたっていうところで、まあ、差がついたのかなっていうところで、まあ、どちらにもチャンスはあったのかなっていう、まあ、決め切るところかなっていうと、僕自身も入ったなっていう感覚だったんで、まあ、その後に失点だったんで、まあ、ちょっとこう流れ的にもこうふっとこうふわっとこうチーム自体がこうしたのかなっていう感じはありました。非常に悔やまれるというか悔しいというか、そうですね、ちょっとこう、はい、まあ、大きな差はそこまでないのかなっていう感じはするんですけど、そのやっぱ小さいところのこう締めるっていう部分であったり、まあ、失点を防ぐ、その締めないといけない部分っていうところの違いが出てるのかなっていうところで、まあ、そこが本当に大きな差になってるんじゃないかなっていうのが、うん、最後の精度の差の積み重ねで結構大きな差になるっていう。そうですね、ゴール取る、ゴール守るっていうところの、締めるっていう部分が足りないのかなっていう感じがします、はい。まあ、まあ、一勝したりとかしたらまた流れ変わってくるかなっていう感じはしてますので、まあ、ここは続けてしっかり やっていくしかないのかなと思います。まあ、後半は点を取りに行かなきゃいけないっていう面で、チームが全体的に前の意識があったので、まあ失点のところやっぱ自分たちのミスからっていう部分があったので、もうちょっと一人一人のチームとしてっていうのはもちろんですけど、やっぱ一人一人のその守備の能力だったり、この部分だったりをレベルアップしていかないとチーム力っていうのは上がってこないと思うので、やっぱそこの個の部分をもっと一人一人僕も含めて上げなきゃいけないかなと思いました、うん、練習から含めて。いや、JFL のカリアのディフェンスの隙は必ずついてくるっていうのはどのチームもやってることなんで。そうですね、だからそのやっぱ最後のシュートをやっぱティアモさん今日シュート4点決めたの全部うまかったですし、うん、やっぱ結果最後のところは個だと思うので、うん、その個の守備の能力だったり攻撃の能力もそうですけど、もっと練習から一人一人がやっぱその差が出ちゃったのかなとは思いました。はい、こうカリアの選手としていろんなチームとやってみて、なんか印象に残ること、まだ9試合10試合ですか、いかがですか。そうですね、サッカー界で感じることは、はい、まあ、試合に勝ててないですけど、言い訳みたいに聞こえちゃいますけど、うん、でもそこまでその差というのは正直感じてなくて、うん、まあ、一人一人の能力もうちはある方だと思うので、うん、本当きっかけというか、うん、まあ、今はどうしても負け込んでるから迷いとかもちょっと多少出てきちゃう部分があるので、うんうん、あと何かが足りないっていうのはそれが分からない方は負けてると思うんで、そこだけかなと思いますけど。今まで当然田中選手自身もいろんなチームでいろんな経験されてるじゃないですか、はい、その連敗するチームの状況の中にいた時もあったと思うんですけど、はい、ご自身ではどういうきっかけでポンってチームって変わるんだなっていう過去の経験から何か言えることってありますか。はもうやっぱ負けて込んでる時ってどうしてもやっぱ自分のこともそうですけど、どうしてもチームのことを考えすぎちゃってるって部分が多いので、うん、僕自身はもう自分にフォーカスして、もう自分の良さっていうの、うん、もちろんウィークポイントがあるの、うん、
JFL にいる選手なのでみんなだから何か足りないから J にいない選手、僕も含めてっていうのは理解しているので、そうなった時にだったら自分のウィークポイントもう一回見つめ直し、あウィークじゃないストロングポイントね、ストロングポイントを見つめ直してそこをまず出してからチームにどう貢献できるかっていうのをまず考えていきたいなっていうふうには思いますけど、でもやっぱ僕自身もこの経験が初めてなので連敗して、さすがにこの長い勝ってないっていうのが初めてですね。初めてですね、だからまあポジティブに言うと、こういう経験はめったにできないのですごいいい経験にはなってるんですけど、でも勝負事なのでやっぱ苦しいですけど、まあ、まだあと22、23試合残ってるので、まあ、まだまだ、はい、だからもう全然ひ、まあ、もちろん反省しなきゃいけないですけど悲観しすぎずに、まあ、一人一人がもっと自分見つめ直してこう上げていくしかないかなと思います。僕は田中選手、まあ、センターバックですからまず失点しないってことを絶対大事にしてたゲームだったと思うんですから、あのふわっとした時間帯で失点しまったっていうのはちょっとどうですか、あの時間を振り返っていただき、キーパーからつながれてで中通されてもうすごい簡単に、そうですね、失点してしまって、まあ、それまでに、まあ、こっちは逆にチャンスが、まあ、2本ぐらいあったので、そうですね、決定機ですね、そうですね、チャンスあれ決定機の後にあれで1点取られてって感じだったんで、やっぱまあ、チームとしての甘さというのが出たのかなっていう思いますし、まあ、後ろのセンターバックとして、まあ、あの場面でもって締める声だったりっていうのを発信、すべきだったのかなというのは思ってます。ベースがないといくらボール回してても、やっぱりそういうそこのベースですよね、その集中、当たり前なことなんですけど、90分集中し続けるであったり、まああいう失点の場合もそうですけど、常に研ぎ澄ました状態でないとああいう失点につながると思いました、はい。10試合、1分け10敗ですね、で松江の上がった年も最初全然勝ててなくて、ああ松江の時はね、確か松江もそうですね、 JFL1 年目で前期の時苦しんでましたね、確か12試合目で勝ったんですよ松江の時も。おただ何ですかね、ちょっと まあ松江の時はもっと引き分け挟んでたん で、うん、でまあ開幕も、まあ、2019年の松江の話ですけど、す、ね、開幕も、本田に引き分けて、まあ、ある程度やれるって自信が、僕あの時宮古にいましたからね、あそうですよねっていう自信があった中で、あの時とちょっと違うなっていう、また違う感じというか、はい、ただ今こうガリアの今年のチームでもやっていくうちに本当少しずつなんですけど、うん、やれる感覚っていうのは、うん、掴めてきてて、うん、でまあ先週奈良にようやく引き分けて勝ち点を手にして、うん、で今週、まあ、同じタイミングで、ね、あの JFL に上がってきたティアモっていうことで、うん、まあ、どうしても勝ちたかったんですけど、まあやっぱ決めきれないとこうなりますし、うん、逆に前が決めきれなくても後ろがゼロで守れば負けはないわけですから、うん、まあそこ後ろがもっと、牧選手の奈良クラブ以外は全部失点してしまっているので、まあ、後ろも耐えれれば、まあ、逆に前も得点チャンスが増えるというそこの歯車がちょっと狂ってる感じはしますね、はい、ですけど、やっぱ長谷川さんのセットプレーのキッカーとしての精度に期待して、あそうですね、そこも含めて、ね、1-0 で勝つなんていうのが一番多分気持ちいいじゃないですか、はい、後ろとしては0で守って、ね、なおかつ点取って勝てれば一番いいとは思います、ね、なんとかいい方向に持ってきたいですね、これをこの経験してよかったって言えるように、僕、はい、このチームを引っ張ってあげてください、頑張ります、ありがとうございます。
これ今買ってきたやつ、はい、見せてもらっていいですか、はい、これ何ですか、豚丼、豚丼でちょっと一切れ食ってもらってもいいですか、はい、いやもう一つ大きいんですよ。あ、大きい、ね、うん、どうですか、柔らかくてジューシーですね、柔らかくてジューシーですね。
左足が立ちやと思うんで、こう気にながら、もう、スピードっていうのが、まあ、特徴でもあるんで、縦に出して、振るっていうことは、守備では意識してました。もうそれはあのベンチからも要はワイドを縦に行かせて、ボール、中に切れ込ませないようにするっていうのは徹底してたっていうことですか。まあ、もっと試合でも走れるようになるべきだし、そういう部分では次の試合とか次の週の練習から強化して練習でやっていかないと。結果っていうゴールであったりアシストっていう部分がまだできていないので、まあ、ここから数字っていうのにこだわりながらまたチームを取ってやっていきたいなと思います。やっぱり全90分通して、岩城さんの力強いサッカーがやっぱり、ピッチで体現されたと思いますし、それに対して僕たちがこう力強く迎えすことができずに、まあ、1対3の、敗戦、完敗を喫したという形だと思っています。そうですね、やっぱり、全選手しっかりハードワークされますし、力強いプレーが数々見受けられましたけど、まあまあ、その中でも僕たちもしっかり前半、後半含めて負けてない部分も多々あったとは思うので、その中でまあ悔しい敗戦かなと思います。そうですね、まあもちろんもう少しこう自分たちのボールを保持して、ポジションしながらサッカーを進めていければよかったですけど、まあ相手の背後にボールを入れる形を取ることによって相手がまあ嫌がっているのを見てたので、まあそれをまあ続けようかという形で、こう相手の背後にどんどんボールを入れ込んでいくサッカーを、まあ失点するまではしっかり継続できてたので、まあ良かった部分もあったかなと思います。そうですね、まあおっしゃる通りこう選手間の距離が非常に良くて、取られても取り返せる距離で、二次攻撃、三次攻撃できている中で、やっぱりこう一瞬の隙だとか、そういうのが出てしまったことによって、やっぱりそこは仕留められますし、1点目、2点目のところもまさにこう一瞬の隙だったりとかついてきた岩城さんの素晴らしいプレーだったので、その隙をなくして、その、まあ、おっしゃる通り、90分間通して、いい距離感で、サッカーを展開できれば、おのずと勝利はもう少し近づいてくるかなと思います。僕はあんまりこう気落ちするタイプではないですし、もちろん、主将としてピッチに立っているので、全体を鼓舞しながら、常にこう、まあ、一視点にしてもやっぱり、応援してくださる全ての方々が似ているので、その人たちのためにもやっぱりこう戦う姿を、見せないといけないと思っているので、しっかり鼓舞しつつ、もう切り替えて、サッカーを楽しみながら、1点をもぎ取っていく形を、常に見せながらやっているかなと思います。試合前にね、岩城さんは本当に非常にインテンシティの高いチームで、まあ、それに負けないだけの入りをしようということで、まあ、本当に選手はね、非常にファイトしてくれましたし、まあ、そういう部分でも、引けを取ってなかったと思うのでね、まあ、自分たちのミスでやっぱり失点してしまった。でそこをしっかりとつく岩城さんっていうのが非常に勝負を分けたのかなとは思います。そうですね、まあ、正直そのバスケスバイロン選手ですかとは予想はしてなかったのでね、日高君がずっと試合に出てたので、でもワイドの攻防にはなるとは思ってたので、で、まあバスケスバイロン選手で、まあ、本当にボールを持たせると、ね、怖いので、やっぱ選手をいかに引かせるかっていうところで、まあ、沢島にはね、背後っていうのをね、いつもよりか多く伝えて、まあ、前半からね、後半にかけて、やってくれたと思いますし、まあ、そういう部分も非常にね、まあ、負けはしたんでね、なかなか言いづらい部分なんですけど、やっぱああいうところもしっかりこっちの提示したことをしっかりやる、その中でやっぱり勝てればよかったなと思いますけど、やっぱり、そういうところの、さっきも言いましたけど、ちょっとした隙っていうところで、やっぱり負けたのかなと思います。やっぱり、まあ、僕たちはね、引いて守って、守れるチームではないと思いますし、やっぱり前線から行けるときには守備に行く、それに対してやっぱりスリーラインがコンパクトにっていう部分は、常にトレーニングが言ってますし、まあ、後ろの選手からしたら本当にきついかもしれないんですけど、しっかりとこまめに、アップダウンをやってくれますし、まあ、その中でしっかりとボールを奪えるシーンも多いですし、まあ、そうしてれば奪った後のボールポゼッションというか、一人一人の距離感も近くなると思うんでね、まあ、そこは、トライを常に、ね、していければと思いますけど、まあ、今日の相手に対しても、ね、もう少し、ね、ミドルのところでボールを動かせるチャンスはあったんじゃないかなとは思うんですけどね、まあ、非常に今日は岩城さんの
相手に、ね、選手は非常に頑張ってくれましたし、まあ、そこから の課題というのがね、それはもう僕が、ね、しっかりと考えて選手に伝えて、それをトレーニングからさせるというところをしっかりとやっていきたいなと思います。そうですね、まあ3分の1終わって、まあ、順位的にもまだまだ上に行けると思うんでね、まだ完成度っていうのはまだ5割6割行くか行かないかぐらいなんでね、まだまだやっぱり選手はできると思いますし、もっともっと僕の方でも落とし込める部分があるんでね、もう本当にそこはね常に、まあ、完成することは近づけることは大事なんですけど、なかなかこう自分が思っているその完成度っていうのは、まあ自分の言うのもなんですけど高いところにあるので、まあ、それに近づけるようにしっかり選手にアプローチして、それを表現できるようなチームを、まあ、ちょっとずつでもね、もう非常に良くなっているんでね、まあ、シーズン終わるぐらいには8割、9割、まあ、本当あるいは10割目指しながら、やっていきたいなと思います。試合入る前に前半の大吾と翔太君が追いかけて、前から結構行ってたんで、相手も後半の時はもう、ペースが落ちてて、で裏のスペースが結構空いてるなと思ってて、でそこに後半入って狙うことができて、裏のスペースが得点だと思います。入った瞬間はどんなお気持ちでしたか？さっきのインタビューでも言ったんですけど、見予選の時に最後決められなくてすごい悔しい気持ちがあったので、今日は絶対決めてやろうという気持ちがありました。そうですね、バイロンからいいタイミングで裏に来たんで冷静に1対1決めるだけでした。この炎天下の中にたくさんのお客さんが入ってくれたことにすごく感謝してます。すごい後押しになりましたし、力になりました。そうですね、まあここ2試合引き分けが続いてたんで、勝つことができて、そして自分は点という形で、まあ、結果でチームに貢献することができて非常に嬉しく思います。そうですね、まあまあ、いい位置でフリーキックで山下選手がいいボールを上げてくれて、自分の特徴はヘディングなんで、もうそこでピンポイントで合わせるだけでした。もう頭に当たった瞬間入ったなっていう、いや当たった瞬間入ったなっていう感じじゃなくて、正直キーパーの手弾いてるんで、入ったのかなみたいな感じで気づいたら、なんかみんな喜んでそれで入ったっていう感じです。開幕から自分は試合出てたんですけど、途中からまあ、サブに回って、で久しぶり のスタメンの中で、どうしてもチームになんとか結果っていう形で貢献したいと思っていたので、その中で自分が点を取ることができて、やっとチームに貢献できたなという気持ちです。はい、そうですね、まあ、本当に、ホーム の皆さん、たくさんの人が集まっていただいて、今日も、苦しい時にも手拍子という形で自分たちの背中を、押していただいて本当に、ありがたいですし、これからも、まあ、自分たちが勝っていくためにはサポーターの皆さんの力も必要だと思うので、引き続き予選の方でよろしくお願いしますって言いました。はい、暑い中なんですけれども、本当にたくさんの方が応援に来ていただいて、本当に、選手を後押ししていただくので本当にありがとうございます。ちょっと僕は見に行けてないんですけど、このコロナ禍で、今日久々にスタジアムグルメも出て、試合入る前にバスに着いた時にたくさんの方がなんかお弁当食べながらやっている、ここ最近そういう姿見れなかったので、ちょっとずつですけれども、そういうことが、まあ、クラブを通して、提供できているっていうのが良かったのかなというふうには感じました。試合内容は、松江さんと同じシステムでやったんですけれども、前半はちょっと良さも出せずにちょっと苦労したなっていう前半でした。後半は、相手も足が止まるだろうし、こっちのボールになる、こっちのペースになるかなというふうに思っていたので、交代した選手も含めて、パワーを持ってやってくれましたし、選手の気持ちが表れたいいゲームだったかなというふうに思っています。難しいゲームでしたけど、こういう試合を勝てたということはすごく良かったかなというふうに思っています。はい、そうですね、前節ここでホームゲームやった時に、最後の得点シーンは決めれなくて、涙を流した男だったので、
まあ、それを、まあ、自分なりに、彼なりにとその間この今まで今日の試合までにプロセスをしっかり踏んで練習でも、しっかり取り組んでましたし、まあ、いいチャンスでいいタイミングで使ってあげたいなというふうにはずっと思っていたので、まあ、ちょっと相手がここに間延びした状態になったところで、まあ、彼のいいところ、まあ、裏に抜けるスピードという動き出しだったりとかそのゴールに向かう姿勢っていうのは出せたかなというふうに思ってますので、まあ、2得点できたって本当に素晴らしいことかなというふうに思っています。また3点目の米澤選手のについてはいかがでしょうか。まあ、あの時間帯だったので米澤以外のセンターバックを上げなかったんですけど、まあ、こう言ったら米澤マークされますけど、まあ、米澤はうちの中で一番ヘディングを当てる力があるので米澤だけ上がれっていうふうに言ったんですけど、まあ、見事にああいうふうにゴールを奪えたので、まあ、彼も、久々のスタメンだったんですけれども、まあ、彼もしっかり取り組んでたから何の心配もなかったですし、しっかり守備も体張って守ってくれたので、まあ、得点もいいことですけど守備の貢献度の大きかったかなと思います。また今選手にも言ったんですけどまた、今日試合終わって、まあ、喜ぶのいいけどしっかり切り替えて、大分に向けていい準備していこうということで今もうまたトレーニングと団組に分かれてるんですけどまたチームとしてしっかりプロセスを大事にして、ベルスバさんに対して臆することなくしっかりチャレンジャー精神でしっかり臨みたいなというふうに思います。まあ、ちょっと、まあ、特に右サイドですね奥田とバイロンのところはちょっと思ったよりこの機能しなかったなっていうような感想は率直に思いました。まあ、あとはボランティアはちょっとここに、ディフェンスラインに入りすぎたのでセカンドボールも拾えないですし、ワンクッション収めるところもできなかったので、まあ、本当に実はその前半の終わり残り3分ぐらいで、フォワードの前の形を逆三角形にトップ下を矢渕に置いて、まあ、ちょっと後半これでやった方がいいかなっていうのをちょっと早めにちょっとどうかなっていうふうに書いたところで、まあ、岩渕が 2,3 回ですけど、まあ、ボールを収めてここに展開するシーンがあったので、まあ、後半これでいこうかなというふうに思った次第です。はい、まあ、もちろんバイロンがしっかりトレーニングをしっかりやっていたっていうのはあるんですけど、まあ、松江さんを分析したときにキムデセンかバイロンかどっちがいいだろうって言ったら実はキムデセンの方がよくてキムデセンの方が裏取れますし走力あるし、キムデセンの方が相手にとってすごく嫌だろうなと思ったんですけど、まあ、紅白戦も両方試しましたし、まあ、どっちにしようかなと思ったんですけど、まあ、キムデセンがその悩んだ選手がメンバーに入っていないのは、まあ、僕なりにちょっとメッセージ性もあって、今多分彼はいわきに来て初めてメンバー外をこうに2、3戦こういう風になっていて一生懸命もがいて一生懸命自主練を人に見つからないように夕方来てボール蹴ったりとか走ったりとかしてるのを見てるんですけど、まあ、そういうのを見てもう少しだなっていうふうに思っていて彼を成長させるためにあえてそういうふうにしてるし、まあ、バイロンが悪くても使ったわけじゃないんですけど彼にもいつまでもそのジョーカー的なあの年齢でジョーカー的な役割ではなくてあの年齢でも90分しっかり戦える選手にしなくちゃいけないなと思いました。もちろんその守備力がないとか最後やりきれないだろうなっていう課題はもう分かったんですけど、まあ、やっぱりそのような内容 でしたしでもそれを思って彼が今後これを生かしてスタートで出るためにはやっぱりディフェンスもしっかりやらなくちゃいけないしもっと自分のストロングである攻撃をやりきる力だったりとかもっと言ったら決めきる力をつけなくちゃいけないっていうのを分かってもらいたいなっていうふうには思ってます。まあそういう意図もあってこういうふうになるなとは思ったんですけど、まあ、そこはちょっとなんだろうなみんなに平等にチャンスを与えたいし、まあそういうふうに選手を成長させていこうかなというふうに思ってるんで、まあ、ぐっとこらえてまあ、でもチームのためにやらなくちゃいけないぞっていう話をしたので、まあトライした結果ミスが出たんで良かったんじゃないですかと思います。85分まで引っ張ったのはまあ早く変えることは簡単なんですけど、もっとまあいろいろそれもメッセージですかね、彼がどう思うかっていうのがすごく大事かなというふうに思います。
ットゲッターズスターティングメンバーを発表いたします。ゴールキーパー目が目ですな健太、フォワード18番佐藤和真、まあ、天皇杯があったので少し、メンバーを、変えてですね、コンディションのいい選手を、まずはあのスタートで使ったということで、まあ、立ち上がりちょっとやっぱりその普段、出てないメンバーなんで、まあ、そのコンビネーションのところですかね、なかなかこう噛み合わないところがあったんですけど、まあ、徐々にその辺が合ってきて、まあ、相手の、ディフェンスラインがかなりあの高い、ラインを作ってコンパクトにしてきたので、まあ、まずはやっぱり背後を、狙っていこうという話を、まあ、ハーフタイムでしたので、まあ、そういう中で、まあ、セットプレーから1点と、2点目はあの狙った通りの背後へのスルーパスで得点できたということで、まあ、選手が本当にあのよく見て考えて、プレーしてくれたなというふうに思います。ベイキはなんでやっぱりあの相手を見て、相手 の, そのスペースからゴールへ向かうという中でどこにそうスペースがあるのかっていうのを常に判断してプレーしようっていうのはあのいつも言ってるんですけど、若干そのタイミングがやっぱりあの立ち上がりがずれてたかなっていう感じは。前期はリーグ優勝して、はい、現在
まあ、順位は3位、はい、まあ、勝ち点的にもまだ1位にこう離れずにいる感じで感触、まあ、昨シーズンに引き続いてチームの状態はいいと思うんですよね。で、まあ、去年から の, その積み上げっていうのもできてきてると思うんですよね。ただまあ開幕ちょっと調子が悪かったのは、うん、あの僕は監督としての経験不足っていうか、うん、まあ、ちょっと僕がの緊張感、変な緊張感が選手に伝わっちゃって、なるほど、思い切ったプレーをさせてあげれなかったなっていうふうには僕自身が反省はしてるんですけど、まあ、3節目ぐらいから徐々にあの点数も取れるようになりましたし、まあ、シュート数に関しては大体どの試合も2桁はシュート打ってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう中であの選手もあの攻撃も守備も自分たち の, そのコンセプトをどんどん高めようとしてくれてるんで、まあ、このままあの一回中断期間入ると思うんですけど、はいはい、その後もう一回質を上げて、そうですね、またあの大きく臨みたいなと思ってます。お願いします。背番号3番ディフェンスの浦島です。背番号20番渡辺康弘です。背番号33番前田裕樹です。そうですね、今季、まあ、10節やってまだ1点も取れてなかったんで、まあ、やっとゴールが取れたんで、まあ、素直にでも嬉しいです。やっぱり1失点と1失点ではチームの雰囲気も違うと思うので、ゴールキーパーの仕事ができてよかったです。今シーズンなかなか試合に出れてない中でのゴールだったんで素直に嬉しいです。どうでしょう、コンディションの整え方とか何か気をつけてる点とかありますか？まあ、連戦なので、うん、まあ、とりあえず体をどんだけ早く 休まして、うん、はい、まあ、試合に全力でできるように、まあ、ケアとか、まあ、交代役とか選手に対して、はい、まあ、しっかり整えてます、はいはい、渡辺選手どうでしょう、はい、一番回復することなので、うん、回復に睡眠や食事で回復に努めています、うん、はい、どうでしょう前田選手、まあ、食事と睡眠が一番大事だと思うのでこの部分でしっかりやってます、うん、今、まあ、3人の方は食事とか、まあ、メンテナンスの件でお食事っていう件もちょっと出たんですけど、勝負飯とかもうこうやって連戦の時にもうこれ食べてあげるぞとかっていうのは何かございますか？僕はどっちかというと、うん、あの油もんとかを試合前に食べないように気をつけてます、うん、はい、どうでしょう渡辺選手、自分もみんなと同じようなもう試合前の食事、うん、特に普段と変えずに、まあ、揚げ物は控えて、うん、はい、渡辺選手どうでしょう？そうですね、基本的にバランスよく食べるっていうことと、試合前は特に炭水化物多めに逆に取り入れるようにはしてます、はい、はい、ありがとう。これからの意気込みでも代表してお願いします。お願いします。まあ、リーグ戦がまだまだ残り多いんで、まあ、怪我なく1年間みんながいい結果出せるように笑って終われるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様です。どうでしょう、試合の方を振り返っていただいて。そうですね、相手の、まあ、強いところと弱いところとあの分析した上 で弱い部分をつける時間もあったんですけど、まあ、その先制点取れるタイミングで、なかなかゴールできずにで相手に先許してしまったんで、そこからちょっと苦しい展開になったかなと思います。今リーグ戦は5試合勝ちなしやったんで、まあ、チームとしてグループとして機能をさすために僕が入ったっていうふうに自分でも思ってたんで、まあ、そういったところで声はあの最後までかけようっていうふうに思ってました。なるほど。すぐ連戦で天皇杯の方も控えてらっしゃるかと思うんですか、はい、まあ、本当に、もう水曜日のゲームなんで、まあ、そこに切り替えて気持ちも体もまあリフレッシュして、まあ、しっかり休めてあの臨みたいなと思います、はい、どうでしょう、番組見てる方に一言、はい、あのいつも拝見させていただいております。いろんな選手を取り上げているところをあの見てますので、まあ、そういった方にインタビューしてもらえて光栄です。ありがとうございます。ありがとう。監督は今日の90分どういうゲームに映ってたんでしょうか。シーケテパルセスケオイテのベンダメニューと、まあ、すごい下がったわけじゃないと思うんですけど、相手がよりまあエリアの中で、効果的だったこと、っていうのが、まあ、で自分たちもペナルティだったり、ゴールチャンスを作れてたんですけど、まあ、ゴールに入れることができなかったで、特にその2失点目、食らった後に、まあ、あのゲームっていうのが大きく変わってしまったのかなという感じで、印象ですけど、前半から何かこうチームはストレスを抱えている状況なのかなと思ったんですが、何かストレスある？ケタルプリメアパルテ、すごく悪かったわけじゃないんですけど、まあ、前半のスタートの方は相手の中のパス刺されたことに対して、まあ、自分たちちょっと対応しきれない部分があったんですけど、その後はしっかり狙いを持って、まあ、多くの部分で、ま
0-0 の状態で多くの部分である程度ゲームはコントロールできていたかなと思います。でその0-0の時に、チャンスがあった時に、例えば1点決めていて例えば 1-0 で、なっていたらまた大きく、まあ結果だったり内容違ったゲームになったんじゃないかなっていうのは感じます。で今日でだいたいリーグ戦3分の1が終わったんですけど、はい、3年目を迎えてしかも3分の1を終えて、じゃあジェバストレイサーニャのエステテンポラダオスやジャッド、まあ、今の段階で言うと、あまりいい、感覚はないですね。まあ点も取れてないということと、まあ、あと6試合くらい続けて、勝ち点というのは拾えてないので、あの決して、いいとは言えません今の状況は。わかりました。水曜日ビッグマッチ切り替えて期待してます。パルティードはスペシャル。Bueno, el miércoles pase lo que pase me da un poco igual, そうですね。水曜日はもう本当にまあなるようになるけど。笑顔の皆さんとまた話したいと思います。ありがとうございました。